今から細川密着24時、試合後のご飯まで。グッドライフブラザーズ。グッドライフ。いえ、カットでいいか。いいの撮れた、いいの撮れた。三浦大好きだっす。ファンになってるから。今年の活躍の秘訣の食事を。お前戻すな。いやまあ綺麗です綺麗綺麗。戻すな。この高橋の食いっぷりで最後の挨拶をしたいと思います。大ライスとともに。浩平さんの乳首を2ついただきます顔食いづらいですよいい時は持ち帰ってるんだけど持ち帰ってる感を出せないお疲れそういう人なんだって思ったのが僕初めて一軍行った時に柳さん車通ってなんかめっちゃ変容してなんかめっちゃやってきたんですよ家でめちゃくちゃあ最低っすよこれはもう有料の情報っすよ絶対今日から2023年シーズン始まります。長いシーズンなんで、いい時も悪い時ももちろんあると思うんですけど、みんなでどんな困難があっても乗り越えていきましょう。球団制作のドキュメンタリームービートゥルース・オブ・ドラゴンズ2023年シーズン球団オフィシャルカメラが捉えた真実の記録129っすよこの試合映像とともに野球人生終わるのかな話していただいたことっていうのはもう怪我をしてすごく弱気になってた部分があったのですごくなんか嬉しかったです絶対多分忘れませんしそれはもう梅津との約束なので点が取れないとか長打が少ないとかすごい言われてるのでチームがそうやって言われて悔しいって思いもありますし、はい、そこを何とか変えれるように頑張りたいなと思います正直もう去年とかだったらクビだろうとかもう終わっちゃうんじゃないかなっていうのもありました深く深く行っちゃって底なしの間に入ってしまったみたいな ピッチャーでも勝ちがつくと全然違うんですよ全然違うんですよまあここだけの話します正直